一人で生きてる人なんかいない。必ず誰かとつながっている。愛されていない人なんかいない。ただ知らないだけ。人と違うことは素晴らしい。戦わない勝利、それは誰にも真似ができない自分らしさ。誰かと戦うことじゃない、比べるものでもない。本当の自分に会うためのレッスンは自分の中にあります。一人では分からなかったことも巡り合う人たちが見せてくれる。心のままに、今日という一日もあなたが輝く日へ続きます。クリスタルイズム、100の音を奏でるクリスタルタイム。毎週金曜日10時からの2時間、どこにもない、今までと違う、誰もやらなかったスパイシーな番組です。ハートフルで魅力的な音楽と言葉の世界。メインパーソナリティは下町エレガント大使キリンがご案内いたします。そしてパートナーはワンワンマームのミッチーナ。はい、福岡みで門番でワンワンマームの私がサポートさせていただきます。いつだって盛りだくさんなクリスタル。みんなができることで支え合う。できそうでできないことを全部やってしまうのもクリスタルスタイルの一つですよ。100人100色100花繚乱100体でただいま絶賛みんなで頑張っております。進行中、進行中。あれ、いつもイズムでもあのよよあのこのグループでもやっとく。やりたいんでしょ。では、クリスタルのホームページがリニューアルしました。いよやっぱりちょっと先週と違うね。拍手から始まったね。先週新人さんが多くてね、どうかなって言ったらちゃんとみんなポンってやったのね。えやっぱりちょっと拍手から始まりついてくるって。ちゃんと誘導したよ前回は。え、こうやってあやったの。やりましたよ。なんだそうなの。つまんない、かわいそうじゃん。面白いじゃん。ここはメディアだぞ、ここは生放送だぞ。分かった、次からしないからねみんなね。なんだそうなんだ。いやなんかね、映像見てたらそうだった。すごくがっかりしちゃった。ついてきたんだわと思って、素晴らしいとか思ってたのに。あら、言わなきゃよかったね。本当だよ。でも映像見れば分かる、映像見れば分かっちゃうから。嘘だって。いやいや面白い。それで、ここで言ってなかったね。ようだけやって、はい、リニューアルしたようだけだったんだよね、うん、他の番組ではもうさんざっぱらね、どうだあだ言ったんだけど ねちょっと言うよ。はい、どうぞ。リニューアルしました。普通はそこで終わりなんですよ、うん、まあ、さワンクールぐらいそのままね変わらないんですけど、クリスタルの場合はリニューアルが始まりましたというところで、嬉しそう。これから手を変え品を変え、いろんな人たちをね、ほーらこんな人たちがいるよだったりね、うん、こんなことやってるよだったりね、うん、いろんなことを見せびらかしていきます。そうそう、見せびらかすっていう ね。でなんでそんなことになってったかっていうと、それは後で話す。そうです ね、あ、そろそろなんか圧が感じてきた、終われよっていうね。申し訳ございません。今日は参りましょうかね。はい、降っても晴れても一日の始まりはクリスタルから。それではコンシェルジュさんのコーナーです。おはようございます。おはようございます。中高年のアンチエイジングサポーターで、クリスタル特派員のカッツンです。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、はい、油でアンチエイジングというテーマでお話しします。油ってダメそうなイメージですけどね。ですよね、よく言ってくださいました。油が健康に悪いとか美容にちょっとこう悪影響があるっていうのは過去の話で、実は今油を、いい油をちゃんと食用油の種類を見極めてバランスよく取れば、さまざまな健康効果が期待できるということなんですね。で、油で一言で油っていうとなんかこうイメージは良くないんですけど、はい、実は三大栄養素の一つ、脂質の一部が油ということで、体に必要な必須、何でしたっけ、必須脂肪酸っていうのもあるわけなんですよね。なんかでも確かに油全然抜いちゃうとパッサパサになっちゃいそうですよね。そうです、特に年齢を重ねてくるといろんな弊害が起きてくるわけですね。しかも油って、脂質自体は、はい、脳の 65% が脂質だったり、うん、あとはまあ細胞とか肌を作る元になる
ホルモンだったりとかそういうものの元になる材料になるのも、脂質なので、うん、やっぱり本当になくてはならないものではあるんですけれども、うん、じゃあ油をもりもり取ればいいかというとそうではなく、こんな風に取りましょうというまとめてきましたというかまとめてあったものを持ってきました私がまとめたわけではありません。拝借したんですね、はい、あの日経ヘルスさんに、ね、まとめてありましたので、はい、まず固まって常温で固まってる油か固まってない油かで、体にいいか悪いかっていうところで言うと、うん、ラードとかバターとか固まっている、そうですね、うん、まあ、体脂肪になりやすい、これはあまりおすすめできない、油の一つなんですけれども、はい、常温の液体の状態ですね、うん、には一家でいいんだよね、ちょっと読み方が不飽和脂肪酸っていうのと多不飽和脂肪酸っていう2種類ありまして、うん、で体で作ることができるというのが一般的にオメガ9系の油で、体で作ることができない、これこそ必須、脂肪酸と呼ばれているものでオメガ6、オメガ3系、最近オメガ3系結構、言葉自体よく聞くと思うんですけれども、青魚などに入っている DHA、EPA などがその代表的なもの、うん、なんかオレイン酸、リノール酸はよく聞きますけど、一番下のアルファ、リノレン酸とかあんまり聞かないかな私は。そうですね、うん、最近、ちょっとこちらを見直しましょうみたいな感じになってきまして、この実は、オリーブオイルって体に良さそうですけど、うん、一時期すごい流行りましたよね。そうそうそう、うん、ただ熱に強いので、うん、調理には向いてるんですが、はい、これは別に体の中でもともと作ることができるので大量に取る必要はない、一生懸命取らなくても作れる、そうそうそう、体の中で作ることができる、うん、で取らなきゃいけないのはこの、体の中で作ることができない脂肪酸ということなんですけど、うん、ただこの脂肪酸最近食生活の中でこのとにかくあのオメガ6の方ですね、リノール酸っていうのにはケーキだとかスイーツだとか、お菓子とか加工食品にはほとんど入っちゃっているので、油を取ってるイメージがなくても勝手に取ってるわけなんですよね。入ってるんですね。そうなんです、そうです、それを、作る工程で必ず入ってるらしく、意識しなくても勝手に取ってるものらしいので、うん、むしろ、オメガ3ですね、こちらを取らない と、バランスよく取らないといけないということで、このオメガ3を取りましょうということが最近、そうすると魚を、そうですね、多く取る、なんか青魚のイメージがあるんですけど、うん、調べてみたところ意外とこのオメガ3が多いのがアンコウの肝だったりとか、なんかまあ、マグロだったりとか、ちょっといろいろこうイメージと若干違うものも、鮭、イクラ、うなぎ、はい、あでもなんかちょっとイメージ的に脂っこい感じの、割と脂が乗ってると美味しいみたいな、うん、私サバが大好きなんですけど、うん、サバがしめサバ、水煮、味噌煮、サバ缶全部入ってまして、上から20個引っ張り出してきたところ、うん、これやっぱサバ食べて OK なんだってずっと思ってたんですね、うん、でも毎日毎日魚ってやっぱね食生活もつまんなくなっちゃうし、そこで今日はたくさん取ってもらいたい、あれさっきのはどこ行った、たくさん取ってもらいたいの中の一つ、このアルファリノレン酸、うん、こちらを紹介なんですけれども、この中の一つがエゴマ油、はい、エゴマなんか最近一押しっぽいですよね。そうなんです、これがアルファリノレン酸は体に入るとこの EPA に変わるということで、うん、もてはやされてるんですけれども、うん、これをスプーン1杯ぐらい取ればいいということなんです。ちょっと待ってください、これは液体なんですか。これがですね、実はなんと1日1さじずつ取りましょうというのがいいんですけど、なんと1さじ、あちょっと待って、1さじ分ぐらいのがこんな感じで、で、加熱しちゃいけない油なのでサラダとかにかけてもいいんですけれども、持ち歩いてコンビニの食事が多いなみたいな、外食多いなという時はこれ持ち歩いてパッとかけて、さらっとかけて、そうです、魚を食べない人はぜひこれからはエゴマ油を取りましょうということで、今日は皆さんにプレゼントさせていただきます。はい、そんな感じで、これからはですねアンチエイジングにはエゴマ油、アマニ油というオメガ3系を取りましょう、はい、という情報でした。はい、カッツンでした。ありがとうございました。なんか毎回新しい情報とともに配給があるのでみんなねいただいて綺麗になるツボを得ていると思います、ね、今日もエゴマ早速試してみたいと思います。はい、では続いてのコンシェルジュさん、大丈夫ですか。大丈夫です。はい、ではお願いいたします。はい、おはようございます。イラストレーターのあっさこです。ですね、今日はですね
じゃん、こちらです。早口言葉、これは、はい、実はですね、先日ですね、とある方から、はい、朝子さんって早口なんですねって言われたんです。で、うん、私ね、東村山市出身なんですけれども、早口言葉得意じゃないんですよねってお返事したんですけれども、まあ、なんで東村山市が早口言葉と結びつくのかというと、うん、ですね、東村山市出身の志村けんさんが、うん、メンバーだった、ザ・ドリフターズ のヒット曲にドリフの早口言葉そんな歌があるんですねそうなんですよ、こういう歌がありまし て覚えてますかねドリフ聖歌隊でやってたネタなんですけれども、こちらね、レコードのジャケットなんで多分45回転間違いないようにしないとね。でですね、そう、自分で言いながら早口言葉もしかしたらできるんじゃないかなって急に思い始めまして、そこでですね、このドリフの早口言葉の、うん、歌詞を調べて実際に行ってみたんですよ、うん、はい、っていうか私ね、チャレンジャーなんで今ここで言います。いきます、じゃん、生麦生米生卵、生麦生米生卵カエルピョコピョコミピョコピョコ合わせてピョコピョコミピョコピョコカエルピョコピョコミピョコピョコ合わせてピョコピョコミピョコピョコダメ2回で挫折、すもも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 のうちもももすもももももものうちもすもも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 のうちもももすもももももものうちダメ3回いかないですね。にゃんここにゃんこまごにゃんここまごひまごにひひまごにゃんこにゃんここにゃんこまごにゃんここまごひまごにひひまごにゃんこ、もう3回は、ね、言ってない。この釘抜きだと引きにくにくい、この釘抜きでも引きにくにくいはい、隣の縦書き立てたてかけた、向こうの縦書き立てたてかけたはい、なかなか鳴かないカラスが鳴いた、鳴くのはカラスの勝手でしょ、イエーイイエーイまで行きましたね、難しいなね、というわけで、ただの歌詞なんですね、本当にね、これ本当に歌詞なんですよ、こんな早ドリフの早口言葉の中でずっと言っているあの早口言葉なんですけど、私のはもうただの放送事故で申し訳ありません後で多分カットされるんじゃないかと思いますが、生放送なんです、生放送ですからね、はい、でですね、さらにですね、早口言葉について調べてみたら、早口言葉の効果っていうのを解説してる、はい、効果って体にいいとかそういうあれですか？そうですそうですそうです、学校の歌じゃないです、うん、サイトがねヒットしまして、それによりますと、うん、早口言葉は脳の老化防止や集中力に効果がある、うん、なんかアンチエイジングのカツンみたいなね、なんか情報がなんかここにちょっと入ってきましたけれども、そこでですね、皆さんさっき相当笑ってましたけど、お配りしますね、すみません、回して1枚ずつ取って回してくださいね。実はですね、今ね配っている紙にある書いてある文章、こちらの文章をはっきりと正確に早く3回繰り返して言ってみてください、はい、ラジオ聞いてる方分かんないんで言いますね、パピプペポパペピプペポパポ立ちつてと立てちつてとたとがぎぐげごがげぎぐげごがご、これをですね、はっきりと正確に早く3回繰り返して言ってみてください。でですね、これ、まあ、今全然やっていただいて結構なんですけれども私その間話してますからでですね、これどういうことかっていうと、パピプペポが難しい人、こちらの方唇の老化です、立ちつてとが難しい人、なんか今力入りましたよ必死に下の老化で、ガギグゲゴが難しい人、喉の老化、全部難しい人は、全部じゃないですかこれらの老化現象が進んでいるということなんですよ。で、早口言葉なんですけれども、はっきりと話そうとするので、お口周りの方の筋肉を鍛えて表情も若々しくなりますし、うん、あと顔痩せの効果もあるそうなんですね。で、他にもですね、舌の動きと唾液の分泌は密接に関係しているので、うん、舌を細かく動かす早口言葉は唾液分泌を促進するのに効果的で、口臭予防にも効果があるっていう話なんですよ。なので、まあ、皆さんもぜひですね、早口言葉を練習して防火を防止しましょう。カッツンじゃありませんよというわけで
今日お話ししました内容なんですけれども、はい、私の Facebook の方で改めて記事にしますので、ホッターサコで検索してみてください。URL はこちらこちらになります。はい、はい、ホッターサコさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。なんか今日は続けてアンチエイジングな感じで、私どの業もダメなんですけれどもね練習して口の老化というか鍛えなきゃいけないかもしれないですね。まずトレーニングから始めたいと思いますねえ、なんかみんな一生懸命やってますけどどうなんでしょうね。はい、では続いてのコンシェルジュさんです。お願いいたします。おはようございます。赤坂で美容整体しております小針さゆりです。よろしくお願いします。お願いします。今なんか早口言葉で話が出てましたけど、うん、スペイン行った時に思ったんですけど、うん、みんな喋るのがこう巻き舌風に喋るじゃないですか。あ、した、うん、できます、できます。いや、できないですよでだからみんなこの辺りがすごいすっきりしてるんですよね。で確かに英語喋る人もやっぱり横でこう口開いて喋り続けるので、うん、すっきりしてる人の方が多くないですか。首当たれてても、首当たれててもそこつくんですねはいもしかしたらそうかもしれないですね。なんか言語によって使う、うん、口の使い方が違うから、うん、顔の形が変わってくるのかもしれないですね。そうそう、なんかすごくそれをなんか見ながら、うん、あの人はみたいな感じでそんなことばっかりしてました、ね、ちゃんと綺麗に口を動かして話すと口周りがすっきりするんですかね。しますよね、うん、あと年齢とともに重ねていくと家にこもる方多くないですか。ですね、うん、そうすると一日話さなかったとか、うん、たまに聞きますね、ご年配の方なんかね、はい、今日は誰とも話さなかったとか、うん、どんどん声のトーンが落ちてくるらしいんですよね。うーん、やっぱり筋肉が老化してくるからだと思うんですけど、じゃあできるだけお話しした方がいいんですねそうですね、一日一回はお話ししてもらいたいと思います。はい、うん、この間ね久々になんか美容院ちょっと行けてなくて行ったら、前回に教えてあげたことを守った美容師さんが、はい、うん、魚の目なくなったのって騒いでたので、ちゃんと継続してたんですね。はい、うん、なのでみんなにも教えちゃおうかな。あ、そうですね、はい、魚の目ってカッツンがすごい目が大きくなりましたよ。そうなんですか。ですね、とっても簡単なことなんです、うん、歩くときにですね、足をパンって落とした後に指で蹴るように歩く。うーん、歩き方、はい、なんかケアとかではなく、はい、あら、それはちょっと耳寄りかもしれない。結構巻き爪になってる人とか、はい、はい、魚の目ができやすい人とかっていうのは、うん、体重のかけ方間違ってて指を使ってないんですよ。なので足もむくみやすいですし、足全体をちゃんと使ってないってことですか。切ってないっていう。なのでかかとでついて降りてもいいけど、まあ、本当だったら足全体の面で降りて、はい、でパッと指を使って切り出すっていう歩き方をしてもらうと、う、彼女はどうも1ヶ月で魚の目治ったそうなんで。意外と魚の目悩んでる方ってね、いくらやっても治らないって言いますよね。そう、体重のアンバランスのかけ方でそこの位置だけに体重がかかるので、うん、圧がかかりすぎてできるんですね、うんうんうん、それは朗報です、うん、で巻き爪も治りますよ。本当ですか。はい、私なんか定期的に病院行きますよ。で何してんですかえ、なんかケアしてもらってます。どういうケアですかなんか食い込みすぎちゃって血が出たりすることがあるので、うん、でも指使えてないかおかしいな着物着てるくせに着物着てる頻度を上げればいいんですかね。下駄使って草履とかだと絶対指に力入れません。でも靴履いてる時と草履とか履いてる時と足の使ってる筋肉は全然違うんですよ。だから同じにすればいいんですですね。なんかちょっと今日怒られた、はい、でも本当にちょっとその気をつけるだけでだいぶ変わるので、うん、じゃあ1ヶ月
はい、しっかり実践して報告できるようにします。そうしてください、はい、ありがとうございました。はい、ウルボワールさゆりさんでした。ありがとうございました。続いてはミッチーナさんでお届けいたします。さあ、それではコンシェルジュさんのコーナー後半をスタートしてまいりましょう。はい、どうぞ。風水と三名学でライフアドバイスをしています愛賀誠です。よろしくお願いします。はい、誠さんです。はい、今日はですね、はい、風水的な観点からちょっとお話をしてみようかなと思うんですけど、教えて、形から入りたい人のために。なんかね、すごくちょうど春だし、そういうことしてみたいと思ってたの。ちょうどね、今土曜に入ったんですよ、うん、17日からね。あ、季節がね、はい、うん、なので春から夏への転換期なんですね。一番変わる時でしょ。そうですね、うん、なのでこういう時はその風水的にお家を見直すっていうのもすごくいいんです。あ、やっぱそうなんだ。だからホームページのリニューアルもぴったりなんですよ、うん、だから本能的に生きてんだけど私たちって。なんかそういう感は感どころはいいみたいでね、そうか、ミッチーナさん、例えば、うん、誰かの役に立って、うん、ありがとうって言われたらどうですか？すっごく嬉しいよ。嬉しいですよね。うん、私たちってなんか生まれてきたから人の役に、うん、何かの役に立ちたいなってみんな多分思ってるじゃないですか。そうだ ね。で、子供だってなんかちょっとお使いしたり、お母さんの御用をしてお母さんに、あ、上手にできたねとかって言ったら舞い上がるほどにね、うん、そんな大好きなお母さんに褒めてもらって嬉しくて、すごい役に立ったって喜ぶでしょ。で、ね、今度は一人でやってみようとか思って大失敗してその繰り返しだよね。怒られたりするじゃないですかそんなことがあって、でね、まあ、動物たちだってそういうところありますよね。飼い主がなんか喜んでくれると嬉しいっていうのありますよね。で、お家の中にあるものも実は役に立ちたいと思ってるんですよ、うん、そう、なんか役に立ってなさそうなものいっぱい知ってました皆さん痛い胸がでしょ、耳も痛いあの子たちは喋らないし、泣いたり怒ったりしないけど、実は役に立ちたいってみんな思ってるんですよ。私は書類を山積みにされるためにここに来てんじゃないみたいなあとね、そうじゃない、私の師匠はカナダ人なんですけれども、風水を勉強したね、うん、でその人がよく、日本人は家の中のにあるガラクタに綺麗な布をかぶせて、うん、なかったかのごとくにするの得意だよねってよく言うんですよ。孫さん、うち来たことある？あ、そう、それって隠してるけどあるよねって。ある、ね、なくなってはいない、見えないようにしてるだけ。見えないようにしてるだけですよねそう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 。で、それって人生とか自分のことに対しても、うん、なんか見ないようにしておこうとか気づかないでおこうとか思ってることってあるでしょ。なんかもう穴に入りたいで、ね、すごくあるで、そういういつも普段目に留めてないものとか、うん、こう使ってないだけじゃなくて、うん、見てあげてもないものとかにこの時期はちょっと触ってあげたり、あるいはそれをアップデートしたり、ひょっとしたらその場所がふさわしくなくて、うん、その子たちは輝いてないのかもしれないんですよね。なるほど。場所を移動してあげれば、ひょっとしたら役に立つ状態になるかもしれないんですよね。面白い、うん、なのでそのお家を見直して布を外して、うん、何があったかなひょっとしたら5年ぐらい同じところにあったかもしれないですよね。昨日ちょうど私ね、そういうもの2つ3つ、ね、気になるなと思ってたところなの。私も ね、タイのバンコクっていうところに夫の仕事の都合でね、行ってたことがあるんですよ、うんうん、でその時に持ち帰ってきたものをそのままタイ語が書いてあるね、うん、段ボールの箱に入ったまま20年間使ってなかったものが、実は私その時にポーセリンアートっていうね、お皿に絵を描くっていうのを趣味で習ってて、うん、で直接持って帰ってきたものはガラスのケースに入れてこう飾ってたりしたんだけれども、うん、描きかけだったりとか練習してたもので、その中に入ったままのものがいっぱい出てきたんですよ。でもうね、ごめんねって言って洗って、うん、でもうこれから使うからねって、もうテーブルにいっぱいになったんですね。でそしたら翌日ね、うん、熱が出たんです怒られたんですよ ね、うん、あ、でもそういう
考え方はしたことがなかった、うん、そこにあるから活躍ができないっていうね、うんうんうん、別なところ人と一緒じゃない、そしたらそうなんです、そうなんですよ、そうなんです、物もふさわしい場所に置いたりとか、うん、アップデートしたりとか、うん、あとすごくとっておきの技があるんですけど、うんうん、例えばあの時こうすればよかったとか、あのこの子はちっちゃい時は可愛かったのにとか、うん、今はなんか反抗ばっかりしてとかって思ってるような場合に、うん、ひょっとしたら写真のアップデートができてない場合があるんですよ。なるほど、あの結婚した時の写真そのまんまずっとある、あるのはいいんですけど今の写真がない、今の2人の写真がない今の子供の写真がない、ちっちゃい時のまんまの写真だけしかない。ちょっとね、あの家帰ってよく見直してみる、うん、そうですね、すごく勉強になる、見直してみてください。そして春だし、ね、最新の写真を撮って一緒に並べてください、うんうん、今も素敵よあなた、わかったわかった、はい、楽しい風水ぜひまた教えてください、はい、ありがとうございました。愛が誠でした、はい、あの詳しい誠さんの情報とかはね、愛が誠って検索するとまた出てきますので、いろんなアドバイス書いてますので、はい、ぜひ読んでください、ご覧になってください。誠さんでした、ありがとうございました。いやなんかドッキュンドッキュン、胸やら頭で耳やら痛くて、なんかこうか自分のさ直感で こうした方がいいんじゃないかなと思ってることって実はね、あの確信ついてたりするんで、見ないふりしない、あ見ないふりをしないってことだよ ね、まずね、メッセージですね、メッセージでしたありがとうございますってことで、はい、はい、おはようございます、なでしこがくちえこです、よろしくお願いします。おはようございます、ね、怒んないでね物にも意思がありますあるね、わかった、今日は暑いからもう違うものを着たいと思ってきたのですが、お着物的には6月からがね、うん、ちょっと春物、うん、なのでさすがに4月の今、うん、ちょっと厳しいかなということで、先週と同じお着物なの、うん、お気づきでしょうか、うん、カッツンがね綺麗ねって、うん、すっかり忘れておっしゃった、初めて見たみたいにそういうこ とありますね、そういうとかでこの間、ね、先週お話ししてないんですけど、これね、あの実はうちの母が若い時に着てた、お茶会に行く時に着てたお着物で、うちの母はね私より10センチぐらい低いんですよ、140センチ台なので、それでも普通に着れてしまうのがお着物のいいところかもしれないですね。そうだね、お着物ってでもお手入れやその保管によってはやり方によってはずっと長く持つものなんだ ね、母のものも着ますし、私は祖母のものも着ますので、なかなか長く着られると思いますね。あの洋服とかだと時代時代でいろんなトレンドがあったりするけど、うん、着物もお着物も流行りはあります、 あるんだ、でも 古いから昔のものだからすごく今着たらなんかとってもまた素敵だったりっていうのも ね、わざわざそういうのを集めてる方もいらっしゃいますから、そうなの、そうなの、だってこの間ね、あのそういうテレビがやってた、うんうん、そういう着物を着て古いものを着てお茶飲み行きましょうみたいなこと、先週はねちょっとこの帰りにあのトールペイント習ってた先生の展示会がお寺さんであるって言って、うん、お茶会もやられるでお寺さんなんで、ちょっとそういうとこに行ってもいいようにちょっとお出かけのランクを上げた帯の合わせをしてたんですけど、今日はちょっとねカジュアルめなコーディネートで着てみました。全然違うと思うんですけれども、ね、でもう一つね古いもの、これはね前にご案内しましたけど、門天、私の大事な一番古い門天ですが、実はうちの代々ではなく、うん、旦那様のおばあちゃまの持ち物なんです、もともと。それを私が大事にいただいてしまったという所存でございますが、これね、あのこの間ね道田さん最後前回門の話をした時に、うん、実は私って小さい声でおっしゃったの覚えてます？最後に、うん、なんだっけななんか言った気もするなあの実家の方の門がちょっと好きですってお話しされましたよね。したそれね、でもちっちゃい声で言わなくて大丈夫なの大きい声で、うちは、今日は実家はね、この片髪という、うん、お花に剣が入ってるものが実家の門なんですね、うんうんうん、で私が今結婚しておりまして、結婚先の婚家は、うん、この鷹の葉という、あ違い鷹の葉という羽を2枚重ねたものが、うん、あの家紋なんですけども、私としてはちょっとこっちが好きなのもいいのそれ言ってありで、あの女紋って言って、うん、あのなんでしょうね、そこの風習にもよるんですけど、地方だともうそこの土地の風習があって、うん、
ダメっていう場合もあるんですけれども、あの実家の紋をつけても可能なんですよ。昔からで武家はあの家を重んじますので、今家の先の家紋にみんな変えてたんですけど、商家商人さんたちは実家がどれだけすごかったとか、あの持ってたっていう実家の力を出すのもあって、わざわざ実家の紋をつけて家具とかお着物とかをお持ちになったんですね。そうなんだね。まあ、ある程度利点があって、お葬式とかでみんなこう着るじゃないですか、いい時とか、家紋みんな一緒だと誰がどれなのか分かんなくなりますので、自分の持ち物の目印にもなりますので、嫁ぐ前の紋をつけるっていう習慣もありますので、もしあの、ね、どっちが好きというわけではなく、その紋の形が好きであれば、実家の方をつけてるんであれば、まあ、大丈夫なのよっていうふうに思っていていただけるといいかなと。いいこと聞いた。なんか全部合わせないといけないのかなっていう気持ちやっぱりなりますもん ね。私もあの本当に冷蔵用の紋付きはみんな実家の紋をつけてますので、そうなんだ、じゃあ作るときはそうしようかな好きなんだって言って、ね、なんかもちろんね、今はもう分からなくなってしまったら、お花の刺繍とか好きな紋をつける方もいらっしゃいますので、なんかいろいろね、作るときに呉服屋さんに相談してみるといいと思います、あー勉強になった。すごい、いつもありがとうございます、本当にね。いや、それにしてもこの紋展は素晴らしいです。本当にゆっくり今度見せてください。ちょっと少しずつご紹介していきたいと思います、ぜひよろしくお願いいたします。はい、なでしこ学のちえちゃんでした。ありがとうございました。さあ、コンシェルジュさん、今日もね、ほんと楽しいひとときをありがとうございました。皆さん、情報はそれぞれのね、Facebook とかホームページとかコンタクトしてみてください。クリスコート、こんにちは。舞踏会の案内所へようこそ。ウィーンの舞踏会に毎年参加している黒沼彦が、オーストリアと日本の架け橋としていろいろな文化をご紹介しております。おはようございます。はい、おはようございます。あ、やっと暖かくなりまして、ほっとしましたね。お日様やっぱりいいね。もう花粉症もだいぶ収まりました。あ、そう、これ今年デビューしちゃったから。あ、じゃあこれからの時期は大丈夫なタイプなんだねと思いまする、私そう信じていきましょう。もう大変でした。鼻ガビガビになっちゃってね、もう噛みすぎちゃって、もうみんなそうなんだよね。いやいや、今日もよろしくお願いします、お願いします。今日はですね、またあのゲストさんにお越しいただいておりますので、またあの後ほどご紹介させていただきたいんですけれども、はい、ミッチーナさん、あのね、あの日々の生活の中で夢が叶うってあんまりないことですよね。まあ、なかなかないね。なかなかね、夢の設定にもよるけどね。確かにね、ちっちゃい夢から大きい夢までいろいろあると思うんですけれども、昨日かな、一つ夢が叶うことが、できまして。あ、そうそうそう、あのおめでとう聞く前からそうそうそう、来週、あのちょっと本業の仕事でスイスに出張に行くんで、その後またウィーンに寄ってくるんですけれども、その時にね、あの私モーツァルトが作曲した、アヴェ・ヴェルム・コルプスってものすごく綺麗な曲があって、それを、テレビで、オーストリアの教会でね、パイプオルガンの演奏で歌っている映像を見て、もう涙が出るほど感動したんですよ。いや、いつか私も歌ってみたいと思ったら、それが実現することになって、そう、ウィーンの教会で歌わせてもらえることになって、知り合いのちょっと、そうご紹介で。素晴らしいじゃない。それが一つ夢だったので。あ、よかったね。そう、仕事に行くんだか歌いに行くんだか分かんないんですけど仕事仕事、あ、仕事仕事まあそんなね、生活の中に一つでもね、夢が叶うと嬉しいなっていう話なんですけど ね。よかった、続けてきてよかったなって思うよね。そうです ね。一つ一つ何かね、そういうことがあれば励みにもなるしね、っていう。そうだね。で、今、まあ、モーツァルトの歌っていう話が出たんですけども、やはりあのオーストリアといえば、あのヨハン・シュトラウスということでですね、今日はあの、ゲストに来ていただきましたのがヨハン・シュトラウス教会管弦楽団の松田さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あのヨハン・シュトラウス教会というと、あの2年前だったかな、あの会長の秋谷さんという方にもね、あのゲストで来ていただいたことがあるんですけれども、もちろんあのヨハン・シュトラウス教会の、ね、会員でもあって、で松田さんね、オーケストラで何されてるんでしたっけ。バイオリン、一応バイオリンの席には座っておりますがあのいやいや、そんなご謙遜を、音がどうかと聞かれるとちょっと、いやいや、まあ、いや
それは置いとくとして、そうそうそう、で、そうオーケストラで、バイオリンも演奏されの、うん、コーラス部で、バスも歌われの、ダンスも踊られのマルチなんですよね。マルチというか単なる欲張り。そうですか。いやいやいや、すみません。すごい、でも素敵なことですよね。欲張るとできるは違うからもう、ね、だからやっぱり素晴らしいね。そう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 、才能がおありなんですね。で普通はあの会社にお勤めなんだけども、うん、あのそういうお、ね、好きなことをいろいろ週末になるとね、っていうところで、今日の本題はですね、はい、そのヨハン・シュトラウス教会 の、 あの、まあ、管弦楽団の、定期演奏会、もうなんと40年目そうですね、なんですって。すごいでしょ。私たち生まれてた、あ、まあ、いいやまだまだ上手そ, ね、そのお話をちょっとしていただこうと思いまして、いい、ね、今日は、うん、であのそもそもヨハン・シュトラウス教会っていうのが、うん、あまりこう聞いたことのない方も多いと思うので、どんな活動をされているのかちょっとご紹介簡単にいただけますか。はい、創設は1975年ぐらいだったと思うんですけれど、シュトラウスの愛好家の集まりなんです。うん、でオーケストラあり、今ね、言っていただいたようにオーケストラあり、うん、ダンスのグループあり、うん、コーラスのグループあり、それ以外にも月1回2回の例会で研究発表があったり、ね、そうそう、ちゃんとお勉強、ヨハン・シュトラウスについてのお勉強会もあるんですよね。パーティーがあったり、そう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 、とっても楽しい会なんですけど、あんまり知られてないからい、まあ、ちょっとね、こう特定の方々のっていう感じはしますけれども、マキコのほら一生よ武道会と、あ、そうなんですよね、知らないがゆえのハードルの高さっていうのが ね、 ね、やっぱりあるのかも ね、 確かにね。でもそんな風にどなたでも参加できるんですか、好きな方なら。はい、もう来ていただければと思いますので。そうそうそう、だから音楽が好き、それは演奏が好き、聴くのが好き、歌うのが好き、踊るのが好き、何でもいいんですよね、ヨハン・シュトラウスの。もうパーティーが好きでパーティーだけに来られてる方もいらっしゃいますし、そうそうそう、で年齢層もね結構様々ですし、そう、そんな中でその、まあ、管弦楽団オーケストラが、まあ、今年で40年という、40周年なんですね。そうですね、40回目、40回目の定期演奏会ということで、はい、ちょっとあのどんな、まずは、曲目というか演奏されるのか教えていただけますか。はい、来月の5月の27日ですね、日曜日の、日曜日午後に、第40回目の演奏会をするんですけど、今年はちょっと趣向を変えまして、うんうんうん、いつもはあの舞台の上で、コンサートをやってるんですけど、今年はオペレッタという、うん、まあ、オペラの種類なんですけれど、うん、オペラの中でも楽しい、わっはっはって笑いながら終わるような、のをやることにいたしました。何が違うかと言いますと、舞台の上では歌い手さんが歌って、うんうん、オーケストラは舞台の下にありますオーケストラピットっていうところで演奏するんです。知らない人も多いかと思うんですが、会場の最前列の地下といいますかね、うんうん、掘り起こしたところに実はオーケストラが演奏するスペースがあって、おーおーおー、まあ、オペラとかね行かれた方はご存知かもしれませんけど ね、うん、テレビでは見たことがあります。そうですね、その部分で我々は今度演奏いたします。一度はそこでやってみたいねっていうことをみんなで話してて、うん、ちょうどまあ40回という節目の年になりましたので、うん、そちらでやろうということで、何のオペレッタかというと、はい、もちろんヨハン・シュトラウスのコウモリですね。知ってる、はい、じゃあですね、ちょっとあの忘れかけてたんですが、ここであの曲を少しだけ入れたいと思います。その、ヨハン・シュトラウスのコウモリから序曲をちょっとお聞きいたしましいただきます。はい、今お聞きいただきましたのはヨハン・シュトラウスのオペレッタコウモリより序曲でした ね、 ねえ、たまに聞く機会あるかなと思うんですけどね、多分あのなんか音楽で習ったりもするぐらいの曲じゃないかな、ですかね、うん、そう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 、とてもねいろんなリズムが展開していて楽しい曲なんですけれども、ね、楽しいよね、うん、はい、でその来月27日の、ヨハン・シュトラウス教会オーケストラの、定期演奏会でコウモリを、ね、されるという話で、そうすると今そのオーケストラっていうのはほらいつも演奏がメインなんだけど、今回はまあそのオーケストラピットの中で、伴奏というんですかということになると思うんですけど、うん、メインのじゃあ
あの歌い手さんたちはどういう方たちがされるんですか。はい、残念ながらオーケストラの中に、歌い手さんそんなにたくさんおりませんので、今回はガレリア座さんという、はい、アマチュアではあるんですけれど、年に一度オペラをされている団体さんに特別協力をしていただくことになりまして。あ、そうなんですか。ですから舞台の上の歌い手さん、それから装飾とか、そちらの方はガレリア座さんに、ガレリア座さんという、はい、お任せをすることになりまして、そうなんですか、まあ、コラボになりますけれど、はい、楽しみなんです。あとはあのほら舞踏会のシーンもあるんですよ、コウモリってね、そこで踊る人たちは、はい、なんと我々ヨハン・シュトラウス教会のダンスグループ、うん、正確にはですね、日本ヨハン・シュトラウス教会19世紀舞踏研究会って言うんですけどね、あのダンスのグループさん20何人にも登場していただきまして、すごいですね、その夜会のところで踊っていただきます。ね、今回は私は見るだけです。踊らないんです。残念ですね。そうそうそう、いやいや、たまには見る側もいいかなという。大コラボレーションだね。ね、すごいでしょう。踊っていただく曲は、皆さんもご存知の美しき青木どもの。ちょっと踊りたくなってきちゃったかも。今からでも練習しましょう。ね、いつもあの基本は演奏だけなさってるんですよね。はい、そうです。それはそれはまた今までとは違う、ねね、違ったいろんな経験とか発見とか、楽しみとか、そうそう、ね、あるんじゃないですか ね、 すね。暗いところで演奏するのも初めてですね。あ、舞台の上は明るいんですけれど、我々が演奏する場所は、なるほど、ですからあの譜面台に電気をつけてやるのも初めての経験になるので、る、ね、うまくできるかなっていうふうに、ドキドキだ、デフドキドキですね。いや、そんなあの演奏会、なんと無料なんですよ。あ、そうなの。そう、無料で入っていただけますので、もし、ご興味とお時間のある方はですね、ヨハン・シュトラウス教会管弦楽団、何でもこう検索していただければ情報が出てくるんですよね、うんうんうん。まあ、こういうチラシもちょっと作ってありますので、はい、はい、またホームページとかですね、あのにも載せさせていただきたいと思うんですけれども、ね、楽しみにしていますので、またその初めての、音楽と歌とダンスのコラボっていうのをね、あの私たちも客席の方から楽しみにしております。で、あのもし団員募集中みたいなことがあったら、ぜひどうぞ、はい、あのオーケストラの団員は常時募集をしておりますし、こちら の、 あのダンス、それからコーラス、そうなんですよ、うん、私コーラス、ヨハン・シュトラウス教会コーラス部っていうのに入ってるんですけど、コーラス部でご一緒させていただいてるんですが、そうそうそう、させていただいてるんですけど、ちょっと人数が少なくてね、このオペレッタに出るほど人数がいない、そう、残念ながら、ね、活動はいつもどのあたりでなさってらっしゃるんですが、今回は江戸川ですもんね、これは。そうそうそう、ね、江戸川区、江戸川区の、ね、総合文化センターですね、この来月はね、はい、でコーラスはコーラス、ダンスはダンスで、またいろいろなあの場所を借りて、適時ね、そう、適時、うん、あの月に一度とかっていう感じで活動してますので、うん、まあ、そういうのもね、ご興味ありましたらぜひホームページをご覧いただきていただいて、はい、ぜひ私たちのね仲間になっていただきたいですよね。ぜひお願いいたします。まあ、あのヨハン・シュトラウスってあんまりこう一般的にはないかもしれないんですけど、やっぱり楽しい、音楽ですので、広げていただきたいなと思っておりますので、そうですね、はい、ぜひご興味のある方はご連絡いただければと思います。松田さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。ご来場お待ちしております。お待ちしております。それではあっという間の、本日の舞踏会の案内状はここまで。今日はあなたは誰とラストワルツを踊りますか。私は管弦楽団に乗って踊ってみたいと思います。アッフィレゼン、黒沼彦でした。クリスタル情報局、はい、ここでもねホームページの自慢にやってまいりました、はい、ようこそ自慢隊長自慢隊長でございます、はい、いや、まあ、他の番組でね、まあ、だいぶ言いましたけど、イズムで、ホームページのリニューアルが始まりましたということで、ね、はい、なぜリニューアルじゃなくてリニューアルが始まりましたになったかというと、まあ、大体昨年ですね、今の時代に追いつこうとやはり思いまして、最新なね、
なんかこう機能的なね、機能的なところを、うん、専門家の方々のお力を借りてですね、ものすごいお金をかけてですね、なけなしのポケットからいろいろ出してドラえもんじゃないからさ、行ってもう清水の舞台から飛び降りたわけですよね。はいはい、でそれはいいわけですよね、いいものができたのでね、うん、そしたら1年も経たないうちにこれは古いって言われて、うん、はぁって言って、そしたらまたその半分ぐらいのお金がかかるって言われて、って言って、まあじゃあやるかって話になったんだけど、そしたらなんか、いやなんかでも今のもすごくいいですねって意見も出だして、ちょっと待てよって、なんかおかしいぞって自分の中でざわざわざわっとして、私やってる私たちがわからないことをどん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 入れてっても、説明もまずできない、どうなってるのかもわからないところに、このやり方おかしいなってところでやめたで、そっちの方向に進むのをやめたわけですよ。で、だからおそらく世の中の SNS といろいろつながってとかっていうところとは逆行、クリスタルのホームページは一枚の大きな名刺です、はい、ね、案内書でございます、うん、で読み物のような、なんだかおもちゃ箱のような、デパートメントのような、うん、そんな状態で作っております、うん、なので何度でもちょっとすごろく形式みたいになっててね、元に戻るとかってあるかもしれないっていうね、ちょっと目離してると、あ、そうそうそう、いろんなものが増えてたり減ったりとかね、そうなんです、だから見逃せない、私がラジオを始めるときに、ラジオだけど見てねって言って始めたのをちょうど12年ぶりに、まだクリスタルで言ったら8年ぶりに、うん、同じことを言います。クリスタルのホームページ見逃さないでねってね、うんうん、ところで、まあ、皆さんのお楽しみになっていったらなってところで、うん、で、いろいろクリスタルの中にもいろんなものがあるので、いろんな方々の活動もあったりもするし、面白い人たちもいるし、なんとか隊みたいのもいっぱいいるので、うん、ちょっとずつねクローズアップしていく、そうですね、本当に以前はメディアミックスというところで、うん、いろんなメディアをミックスしていこう、発信する場所をつないでいこうと思ったんですけど、うん、クリスタルメディアってところで、うん、立つことにいたしましたので、以後お見知りおきをよろしくお願いします。あと10回ぐらい説明しないと多分なんかね、なかなか徐々に見てもらったら分かると思いますので、そうだよね、そうだね、とにかくお気に入りに入れていただいて、楽しんでいただけたらなと思います。で、はい、こんなのやってとかね、うん、この人クローズアップしてとかっていうものもね、はい、ぜひお問い合わせいただければ、うん、採用します、うん、かもしれません、そうだよ一応かもしれませんね、その時そんな気分だったらするかもしれない、ね、もう本当にたくさんのコンテンツがこれからもお目見えしていきますので、どれだけ子が立っていくかという時代なの で、ね、まあ、じゃあその先頭行こうかというところで ね、うん、そうですね、この指止まれっていうところで走り出しますので、はい、ついてきてください、楽しいに決まってますので、はい、はい、自慢に来ましたまた来るよ、いつ来るか分からないよ自慢隊長しばらく自慢隊長はい、ありがとうございました。